始まりました、XQ&クローショーシーズン3エピソード32ということなんですけども、ですね、皆さん見てお気づきかのように、メイン MC の XQ がいません。なんとスタッフの伝達ミスにより、今絶賛ストロークをプレイしてます。ツイッチで配信しながらということで、今回は XQ 不在ということで、まあ、一応マイクだけね、セッティングして、本当は いる予定だったんで、セッティングしてるんですけども、久々なんですよね、収録が。で、Q さんもいないんで、ちょっと不安なところあるんですけど、しかもゲストもいるんで、ということで、ゲスト、全府さんです。こんにちは、お願いします。まあ、軽く、はい。まあ、自己紹介。自己紹介。デトネーションフォーカスミー所属の、全府と言います。よろしくお願いします。お願いします。いや、Q さんとはちょっと喋りたかったんですけど、ちょっとリーグの話とかいろいろお聞きしたいことがたくさんあったんですけど、今日は不在っていうことで。喋ったことはない？あります。ある。なんかたまに、マスターズの会場とか、なんかたまにそういう場で、パシフィックのお疲れ様会とかで。はいはいはい。まあ、そうか。そうだね。大体お酒が入ってる時しかでも喋ってないかもしれない。なるほどね。まあ、そうか。まあ、Q さんいないけど、ちょっと、今回は、二人で頑張っていきましょう。頑張りましょう。緊張します。ということで、早速なんですけども、デトネーションはロースター変わるんですか？はい。言えないよね。まあ、言えないか。まあ、言えないか。ゼータが、ゼータも変わるっていう噂は、言えないか。まあ、言えないか。言えないか。そうよね。まあ、ね、これは近々ね、まあまあ、まあ出てくると思うんでね、待ってれば、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、まあちょっと本題に入っていくんですけども、はい、まあ今年1年終わりました、シーズンが。そうですね。どうでしたか？どうでしたか？いや、なんかね、これ難しいね、俺から聞くのね、ほんとちょっと、ね、確かに変な話ではある。本当は Q さんに聞いてほしいんだけども、しょうがないから、これ答えづらいよね、俺もそう、やっぱどうしても比べちゃうから、まあ、選手同士ってなると、まあでもいろいろ大変でしたね。長かった？まあリーグ期間は思ってたより短かったかもしれない。うん、でも1年を通してみたら長かったかもしれない。そのロックインとか、うん、そのチーム結成直後から数えたら、まあ長かったかな。まあ長いよね。ほぼ1年ぐらい。あ、そうか。まあ再編して、うん、まあ発表する前からやっぱり活動してるから。そうそう。まあ10ヶ月ぐらいかな、それでも。いやー。そう。大変だったね。大変だったね。リーグは。うん。これはもう、まあ、なんというかね、選手しかわかんないよね。これ多分、韓国にいて、生活してって。うん、ハゲるかと思ったもん。うん、マジで。ね、マジで本当にそう思った、俺も。ね、リーグ本当、1週間に1回試合って結構しんどいよね。うん、しかも1週間に1回だけど、やっぱりその日程がずれる時ってあるじゃん。月曜日に試合があって、その次の週の土曜日に試合があるとか、ね、本当に3日ぐらいしか練習できないっていうのが。大会終わって、で1日休みとか、取るじゃん。取るともう本当時間ないみたいな。でも取らないと。そう、取らないと、おかしくなっちゃう、ね、しちゃうから。そういう調整も難しかったし、やっぱあと疲れが取れなかったのがでかかったかも。ね、めっちゃわかる。もう3ヶ月間ずっと苦しいみたいなのが続いてて、まあ、勝てなかったっていうのも、多分原因としてあるんだけど。まあ、リーグっていうのもね、なんかその、全勝とかだったらさ、だいぶさ、最後の方って余裕持ってたりするじゃん。けどさ、俺らもそうだったけど、なんか、ほんと、ここを勝たないとマジできついみたいな。この、張り詰めた感じのままさ、練習してったりするの、本当に、もう、疲れるよね。うん、気疲れするよね。あ、ちょっと聞きたいことがあって、それに関して。うん、なんか、俺の印象的に、ゼータ対タロン戦、リーグ中の。はいはいはい、はい。で、結構、なんだろう、大事な一試合だったと思うんですけど、うん、その一戦に挑む前の、なんだろう、心境
とか、その負けちゃった後のあれとか聞いていいですか？あの時はね、結構気になってました。いや、どうだ、最初の方、まあ最初 DRX と当たって、うんうん、まあもうこれは結構もうしょうがないみたいな感じで、逆に最初に当たれてラッキーぐらいの感じでいて、うんうんうん、そっから結構ね、割と勝ててたんだよね。うん、で、いや、この調子でいけば大丈夫だぐらいの時にタロンが入ってきて、で、俺らの、まあ、俺か。まあ、みんなはわかんないけど、うん、俺的には、その、当たってきたチーム、勝ってきたチームより、の方がきついと思ってたん。タロンより。うんうんうん、だから、まあ、ここは、マジで勝って、後半もっと、そう、楽になろうっていう心構えで行ったら、もうめっちゃ強くて、うん、で、しかも、どれぐらいで負けたっけな、結構 OT とかも行ったんだよね。で、結構しんどい負け方して、うわー、いや、負けたかーってなったけど、なんか、いちいち、その、いっぱいいっぱいに、うん、まあ、その、なんていうの、気にしてたら、もうしょうがないし、もう起きちゃったことだから、うん、次やるしかねえな、ぐらいの気持ちで話したと思う、みんなと。あ、すごいね。かな、多分。いや、なんかその、まあ、自分は競技シーン結構浅い、まあ、バロラントからっていうのもあって、やっぱ、クローさんは長い間やってるじゃないですか。その、まあ、メンタルの切り替えっていうのが、やっぱりリーグってなったら、まあ、さらに大事じゃないですか。なんかそういうのどうやって乗り越えてたのかなっていうのは。俺もね、リーグ、長期のリーグって初めてだったの。ああ、そっか。もう GO から含めても。なんか、ちょっとしたその一週間とかでやるリーグみたいなのはあったけど、うん、この長い期間でしかも海外でっていうのは初めてで、結構ね、あ、こんなに大変なんだっていう思うことばっかりだったね。初めてのことばっかりだった。そうだね。これだけ経験を積んでる選手でもそう思うぐらい、まあ、過酷だったってこと。いや、マジで、過酷だったね。そっか。そうね。なんかあったかな、うん、なんか印象に残ったこととかありますか？試合関連でってことですか？まあ、試合でも、まあ、普通の実生活でも。まあ、結構、まあ、他のとこでは言ってるんですけど、ここで言うのはちょっとあれですけど、ゼータ戦、DFM 対ゼータ戦、に自分がちょっとベンチに下げられちゃって出れなかったのが本当にもう一番悔しかった出来事ですね、リーグ中。本当にあの試合だけは出たかったっていうぐらいのマインドでいたので、まあそれですかね。結果的に負けちゃったっていうのもあるし、なんか、いや、これ言いにくいな、本当に。言っちゃおう。いや、全然もう、僕は大丈夫です。なんかね、もしね、俺が6人目だったら、負けるにしても出て負けたいもんね。うん。しかも、アセントヘイブン、パールが、確かピックマップで、その試合の。で、アセントヘイブン、その時は、アセントヘイブン、だけかな？アセントヘイブンだけ、出なかったの。出ないっていう、体で、そう、活動してて、その一週間。なるほどね。で、最後のマップ、パールは出るはずだったの。だから結構、セカンドマップ、どっちだったっけな？アセント？ヘイブンがセカンドマップかな。ヘイブンセカンドマップか。中に、もうずっとアップしてて、もう出る気満々でいたんだけど、出れなくて、すんごい悔しい思いしたのは覚えてますね。そうね。うん、まあでも他のマップ、ドンピシャだったんだ。その2マップ。そうだね。まあでも、やっぱ、チーム的にも、その前3連敗してるのか。3連敗してて、まあ、なんか変えないとなっていう、うんうん、まあそういうのもあったから、あえてそのアセントヘイブンをやりに行くスタイルで、そのソルダムっていう、まあ、変数を加えて、まあ、勝ちに行く。なるほど。っていうスタンスで、やってましたね。あ、そうか。俺も初めて聞いたんだけど。うん、そうだったんだ。実際どう思った？その、
ソルダムが初めてその時試合に出たのかな、リーグで。なんか確かそのセットアップ中の時にソルダムがいたんだよね。あれって思って、でなんかうちでは多分あれソルダム出るっぽいぞみたいな、え誰いない誰いないみたいな話にはなった気がする、うん、あ、まあ、なるよね、ソルダム出んのかみたいな感じだったかな。うちなんか、うん、脅威とかはなかった、それを見て。脅威というか、まあ、ジェット、まあ、ジェットで来るのはもう分かってたから、いや、もう、シュガーとかさ、電金は、もっとチームメイトだったわけじゃん。だから、その、ワンピックの取り方とか、結構その、ショーティーの使い方とか、その、本当にピックの取り方、バレてたのか。もう結構熟知してんのよ、二人は。だから、これマジ気をつけて、みたいなのはあったから、だいぶ、まあ、俺らもそうだったし、まあ、シュガー転勤も、まあ、やりやすいとまではいかなかったとは思うけど、うんうん、ある程度読めてたんじゃないかなとは思う。うん、なるほど。面白いっす。いや、いいな、こうやってなんか、ねえ、敵だったのに、こうやって話し合えるのは、なかなかね、こんなこと話す機会ないしね。うん、まあ、オフシーズン始まりましたけど、はい。満喫してますか？いやー、難しいですね。まあ、いろいろと、まあ、事情もありますし、うん、あと、なんだろう、しっかりオフシーズンを経験したことがないというか、はいはいはい、はい。結構、まあ、去年もそうだったし、そのノーセップから大会が終わって、で、まあ、リーグが始まるってなって、まあ、自分はもう、リーグに行きたいから、チーム移動したいですみたいな、そういうのもオフシーズン中に行われるじゃないですか。で、まあ、DFM の練習も始まったりとかで、オフシーズンっていうオフシーズンがなかったから、で、今も、実際 LCQ が終わって、本当に1週間ぐらいしかちゃんと休めなかったかな。そのバローを全くやんなくていいみたいな週は1週間ぐらいしかなくて、まあ、確かに選手やってるといくらオフとか休みとか言われてもさ、こう休めないよね。そう、もう気持ち的にね。そう。どんどん置いてかれちゃうから。そうそう。何かしてでもやんなきゃなってちらつくから、本当に休むっていう感じじゃないんだよね。うん。それはね、わかるわ。それこそ本当にリーグ中もそうだった。リーグ中なんかはもう特にね。休みが取れなかったね。その自分が満足いく休みが、うん、休み方が見つからなくて、やっぱり海外っていうのもあったし、まあそうだよね、休むって言ってどっか行くってなってもね、韓国だしね、もう何も喋れないし、わかんないしね、結構基本的にタクシー移動じゃん、うん、だから本当に行きたいとこがないと、まあ、行けないし、確かに、でも本当に一日中寝るぐらいしかなくて、うんうん、それでも他のチームとかとの交流があればまた変わったのかもしれないけど、結構みんなどこのチームも点々とね、遠かったり。確かに。そうだね。なんか、飯とか、チームメンバーで行く感じ？いつも。そうだね。だから、オフの時は、本当にもう行きたい人。はいはい。なんか、適当な時間に誰かがグループにメッセージ送って。誰か行かねえみたいな。行かねえみたいな。全く同じだね。そう。うちもそうだな。でもね、ちょっと住んでるとこもあれで、なかなかなかったんだよ。種類が。ご飯の。なんか、ちょいちょいね、話は聞いてたけども。まあ、近くにね、ご飯屋さんの種類、うちは結構多かったからさ、なんか、しかもどの時間行ってもやってるとこばっかりだったから、そのパッと誰かと行ったりとかできたけど、うん、なんか、移動に、ご飯を食べに行くのに、タクシー移動とかで、ちょっと気合の入ったさ、うん、移動しなきゃいけない時って、あ、もういいや、みたいになるよね、うん。しかも時間がないじゃん。その休日だったら、まだしも。うん、その練習日とかだと、そのご飯休憩って基本的に、まあチームによると思うんですけど、うん、1時間しかなくて、そうなると本当にもう、目の前にあるとこしか行けないじゃん。ああ、確かに。そう。で、行きつけの店は一応あったんだけど、キャプテンママって呼んでたんだよね、俺が。キャプテンママ、まあ、お店の名前ではなくて。全然違う、全然違う。呼んでただけ。定食屋みたいな。そうだね。美味しいの？美味しい。めちゃくちゃ美味しい。でも、本当にそこ、週3とか週4で行ってて。え、毎回違うもの頼むの？いや、もうほぼ同じものだね。同じものなんだ。カンジャンバッサーっていう、なんか、豚の生姜焼き、みたいなやつ。
もうほぼ毎日、それからスンドゥをもうほぼ毎日頼んでた。いやー、なんかしんどいね。同じも飽きない。飽きる。飽きるよね。飽きる。え、3ヶ月間いてさ、結構全部食べた感ない。その、韓国料理っていうその定番。定番は食べたと思う。うん。定番は食べたと思うし、まあいろいろ行ったな。でも結局俺はね、サムギョプサルに落ち着いちゃうんだよね。うん。ずーっと行ってったわ。そうなんだ。マジで。え、ね、味付けとかさ、結構一通りじゃん。うん、サムギョプサルとか韓国料理、なんか、ね、多分全般かもしれないけど、その最後の方に見つけたんだけど、うん、あのそのサムギョプサルなんだけど、うん、なんだっけな、なんでしたっけ、タラコ？明太。あ、そう、明太サムギョプサルみたいなのがあって、それがねめちゃめちゃうまくて、なかったよそんなの。そこねちょっといいとこだったのかな。いや、それでも安くない？韓国の飯。安い。めちゃくちゃ安い。めちゃめちゃ安くて、うん、もう本当にね、美味しいし、全然お金使わないんだよね、うん、韓国のご飯。6人かなんかでサムギョプサル行って、12,000円とかあったんだよね。え？安すぎて。安っ。俺その時男気じゃんけんしたんで勝っちゃったんだけど、うわぁ、これいくらだよと思って、気合い入れて、レシート見たら12,000円。安すぎるね、それは。ラッキーだと思ったの、逆に。ここで溺れて。本当にそうだと思う。そんな感じで安い。タクシーも安いでしょ？安い。安い。ほんと安い。まあでもそれぐらいしかね、移動手段がないのがあるかもしれないけど。ビビったね。安いし、うまいんだよな、ほんで。うん、俺全然韓国入れるもん。いたもんね。そう。全然入れる。でも。これ話してた？その、クローさんがリーグ終わった後も。あ、それはね、自分では言ってないかも。自分で言ってない。そう。あの、一人だったから、本当はね、ウォルズがいたんだけど、うん、なんか歯の治療とか言って帰ったんだよ、あいつ。で、俺一人になってさ、しかも、一人にいるときめっちゃ高熱出て、あの時はもうずっとあの、ウーバーみたいなやつで、うん、やりくりしてたけど。すごいね。それ読めたんだ。なんか全部韓国語じゃない？ウーバーも。ああ、そう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 。でも、あの、翻訳で、頑張って、携帯2個持ってたからさ、うん、あの、もう片方に翻訳アプリ入れて、こう、同時にこう。すご。まあ、大体同じもの食べてたな。うん。まあでも1ヶ月間ぐらいいたんだっけ、一人で。そうだね、マスターズ、ね、決勝、うん、の時に帰ってきたから、まあそれぐらいかな。うん。LCQ のファイナルはいたからもう、誰かいたら、全然入れるなって、一人はもうしんどいなって思わなかったから、誰かいたらね、感じだったかな。オフシーズン。なんかゲームは、バロ以外にはやったりしてる？バロ以外には、まあ、エスケープフロムタルコフっていう。タルコフか。ゲームがありましてね。本当に、おもろい。始めちゃいけないゲームですよ。もう時間の解け方がえぐい。あれでも結構人選ばない？選ぶかもしれない。俺はね、ちょっとやったんだけど、うん、もうダメで、俺ダメだったんだよ。なんかね、リロードもさ、うんうん、その断層にさ、こう一発ずつ詰めたりしなきゃいけないじゃん。とか、弾詰まったりするじゃん。俺もそれでもう諦めたもんね。いや、終わったわ、いいこのゲームと思って。それがいいのに。なんだ、俺これ向いてねえわ、と思って。まあでも、初心者にはすごく厳しい。だいぶ厳しいよね、あれ。本当に厳しいゲームだと思う。だから、なんか結構詳しい人。あ、教えてもらいながら。教えてもらいながらやるのが多分一番ベストかな。ああ、いやもうマジでね。あれはしかもさ、本当に。一緒にできるじゃん？うんうん。一緒にできるんだけど、この、名前とか出ないじゃん。そう、味方表示がない。めっちゃ撃っちゃって、俺、最初。普通に、殺しちゃいそうになるから殺されたりすんのよ。お前もダメだって見捨てられるみたいな感じで。これ以上撃ったら自分が死ぬから殺すわ、みたいな。あ、もうダメなんだな、このゲームと思って、俺。諦めたね。あのゲーム、あの他の FPS にはない、なんだろう、ヒリヒリ感が味わえるから。まあ、ヒリヒリ感はあるだろう。なんか持ち帰んなきゃいけないでしょ？そうそうそう。一回死んじゃうと、持ってったものを全部なくしちゃう。いやー。で、逆に他のプレイヤーを倒したら、その人の装備を全部かっさらって、持って帰れるみたいな。俺、それなんか出待ちとかでやられたら俺発狂しちゃいそうだもんね。まあ。え、でも一瞬でそのストレスなくなっちゃうから。もう次行こうで。本当に無限にできちゃうから。怖いよ、あのゲーム。本当かな、うん、
いや、まあでもハマる人はハマる。もうそういう人いっぱいいるからね。もうオフシーズンでしかやらない。絶対に。やれない。やれない。時間解けるね。時間解けちゃう。もうご飯を食べるのも忘れるぐらいでやっちゃうから、危険だね。まあ確か俺もね、ディアブロ4を初めてディアブロシリーズやって、始めた時はもうマジで同じような感じだったね。もうマジ時間解けるなぁ、みたいな。解けるね。まあちょっとやったもんね、一緒に。うん、初めて一緒にやったゲームが。確かに。ディアブロだったかもしれない。そうかも。バロではなく。そう。あ、いや、嘘だ。一回バロやったことある。覚えてる。俺覚えてる。ある。思い出した。うん。アイスボックスで、ランクだったかな。でも結構フルパカ。まあ3人か、なんかでやってた時に、アイスボックス KO 出してて、無双してたのを覚えてます。めっちゃ古いっす。暑いな。だってまだゼータじゃなかった気がする。ジュピターの頃だった気がする。めっちゃ前じゃん。その時は。俺は何してたんだろう。でもジュピターだった気がする。それかもう本当に変えた直後とか、そんぐらいの時期だった気がするな。いやー、時が経つの早いですね。本当にそう。早すぎる。マップをね、相棒とかマップルも変わるしね。パールがなくなるのちょっと残念ですけどね。あ、残念派？だって、せっかくね、アップデーで。あ、まあ確かに。変わったばっかだったね。B が変わって、で、もうちょっとね、まあ面白いマップになったじゃん。まあ確かに。前よりはね。守れるようになって、B がちゃんと。それなのに、なくしちゃう？めっちゃ早くない？早い。いやもうそれだったらさ、こうメタがさ、固まりきったさ、アセントとかヘイブン消し欲しかったなって。俺も本当に同感です。アセント、そろそろいいんじゃない？ね、って思ってるから。もうだいぶね。で、もうやったでしょっていう。やった。一回もだって消えてないもんね。消えてない。ね、しかも結構ベーシックな、うん、一番ベーシックな構造をしてるマップで、ずっといる。いやー、いつ消えるんだろうな。まあでも、フラクチャーも消えたのか？そう。フラクチャーとパールが消えたんだよね。まあ、フラクチャーは、俺はいいから別に。本当？なくなっても。いや、帰ってきたのが、ブリーズっていうね。まあ、やった？ブリーズ、新しい。ちょっとは、触りました。だいぶ変わってましたよ。だいぶ変わってるよね。はい、前より全然いいんだけど。まあまあ、確かに。ホールがなくなったのがマジいい。でかい。マジでいいわ。逆に、でも、どうなのかなと思う。結構ホールがあれだったじゃん、ラークポジ？まあ、ラークポジっていうか、そうだね。切り開くポジだよね。うん、そうそうそう。まあ、切り札だったじゃん。まあ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 。それがなくなるってなったら、まあ、どう戦うのが正解なのかな。結構ミッドが大事な。うん。結構ね、パワーバトルになるね、気がする。前のブリーズもそうだったけど。前以上にパワーバトルになりそう。まあでもね、センチネルがね、だいぶやりやすくなったんじゃないかなって。クソイラつく絶対終わられるワイヤーとかさ、トラップを置かなくてよかった。しかも絶対貼らないといけないし、ね。そう、絶対貼らないといけないけど、絶対壊されるの、ショックダッツとかで。マジで意味わからんワイヤーな、一本どっかに引けるのはね、結構、動きやすそうにはなったかな。あと A サイトのね、ピラミッドにもちゃんと名称が。え、なんだっけ、エビ？ついたっていうのが。エビとカニ？カニ？だったっけ？いや、違ったっけ？いや、そんな感じだったの。そんな感じ。やっとだよね、ついに。なんて呼んでた？俺ら確か1番、2番とか呼んでた気がするんだけど。まあでもランクでは全然違う呼び方してたよね。ランクであそこなんか名指しで呼ばれたことないかも。あ、ほんと？斎藤みたいな。どっちみたいな。そっか。斎藤いる、斎藤いるみたいな。アバウトな感じだったから。まあそれが、まあでもね、今でもエビとかカニとか言ってる人聞いたことないけどね。いやまあでも出たばっかだからね。まあ、定着もうちょっと時間かかるか。いろいろ。変わっていく。変わるね。難しいゲームですね、バロラントは。ちゃん、あれもね、エージェントもみんな変わったしね。だいぶ弱体化されて、ジェットも弱くなって。おもろいな、バロラントは本当。ジェットは使われると思う？今後。競技シーンでは。競技シーンではね、使われると思うわ。まだ。オペとの相性が良すぎる。いいね。間違いなく。別に一個アップドラフト消えたってそんなに痛くない。痛くない。やっぱブリンクが強すぎるんだよね。結局。まあでもスモークがね、弱くなったのめっちゃいいわ、敵視点。ほんと不愉快だったから。
あれでハーフ解除通されんの。てか初期の時7秒だったしね。フル解除いけた。7秒100円3個でしょ。そうそうそう。おかしいおかしい。意味がわからない。あいつただでさえさ、なんかあの、浮いてられるさ、ああそうだね、パッシブスキルあるのにさ。一人だけだもんね、パッシブスキルを持ってるの。強すぎたあれは。まあそれもまだあるしね。うん。なんとも言えない。まあでもだいぶいい調整だったとは。まあそうね。まあだいぶ使いづらくはなったと思うけど、うん、でも代わりになんか変なデュエリストがね、増えてるん。レーナー間違いなくめっちゃ増えてて、うん、フェニー夜がね、今ね、来てるよ。来てる来てる。いや、俺もフェニー来ると思う。また。フェニーはね、まだ6だよね。6。来ると。すごい。あれやばいよね、結構。チームで使ったらだいぶぶっ壊れ性能だとは思うから。うん、それこそね、あの昔やられてた、アセントフェニックス構成とか。使ってたね。夏。もう一生ウルト回してくる。そう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 。すごい嫌だった。あれね、ラズがね、しかも。本当に。ラズさんが突っ込んでくるんだよ。2回突っ込んでくるからね。うん、ビビるよね、あれは。無敵状態で突っ込んでくるの。敵視点嫌だなって思いながら。ラズさん、フラッシュ入れんの上手くてね。うまい。絶対すごい研究してたでしょ。もう本当に避けないフラッシュを木中から出してくるんですよ。嫌だったな。だいぶね、凶悪だと思うわ、今。後ろに竹地いたし。そう。パワー系の竹地が聖地で突っ込んでくるっていう、なんか。腹立つよな。もう、どうしようもできなかった。竹地どうだった竹地、いや、本当に、あ、でも、なんか自信をなくしてた感じはすごい。本当にしてた。まあでも、エイムは相変わらず、まあ客観的に見たらすごい強いなっては、ね、思ってて、まあでも素直ですごい。本当。え、素直じゃなかった？いや、素直だよ、あいつ。素直だよね。素直。酒癖は悪いけどね。そうだね。うん、何か思い当たる節がありそうだね。あったね。え、リーグ中にそういうなんか、出来事みたいなの。俺マッサージ好きで、うんうん、日本では結構行くのね。向こう行って、向こう結構なんか、マッサージとかも、なんか、あるよ、みたいなのは、もともと調べてて、家の近くにあったのよ。うん。そこに、Q さんと行こうってなって、行ったの。はい。で、おばちゃんだったのね。はい、優しそうな。で、なんか、こんにちは、みたいな、ちょっと日本語喋れる、みたいな感じのおばちゃんだったんだけど、うん、で、そのおばちゃんに、こう、俺と Q さんが、マッサージルームに、なんかね、ちょうど二人分の部屋みたいなとこにあって、うん、そこで、俺、Q さん、おばちゃん二人がやってくれるみたいな感じだったんだけど、なんかね、ちょくちょくね、挟んでくんのよ、おばちゃんが。ちょ、日本語。日本語そう。ここ痛いですかみたいな。うん。痛かったら言ってね、みたいな。の時に、うん、まあ、だいぶ経ったかな。その時にね、パパみたいな。言われたの。でも、Q さんが俺のパパだと勘違いされてて、ノーパパ、ノーパパみたいな。ノーパパみたいな。もうちょっと面白いな。そんな感じのね、下りはあったね。Q さんもね、笑ってたね。その時はさすがに。似てないでしょ。でね、そのおばちゃんがね、なんか、こう俺のこうやってくれてる時にね、なんか、あー、骨盤悪いね、みたいな。めっちゃ言われて、めっちゃ強いの。力が。めっちゃ痛えの。で、痛かったら言ってね、みたいな、言われたから、もう結構耐えてたんだけど、なんかもう最初、初っ端から痛かったの、まず、マッサージの。けど、最初からもう痛いって言ってたら、ダセえと思って、秘めてたの、うん。限界まで耐えようと思って。で、その骨盤悪いね、ぐらいの時からもうマジ結構限界来てて、でも痛い、みたいな。痛いねえ、わらわら、みたいな感じで。なんかね、弱めないのよ。なんで言わせるんみたいな。これ骨盤が悪いからね、みたいな。で、痛いって言ってんのに、痛いねえって言って。で、そっから俺はマジ腰を悪くした。あ、そうなんだ。そう。それで腰悪くして、俺もコルセット巻いてたからね。ええー。いや、でももしかしたら、本当に悪かったのが、こう、良くしてもらって、なんていうのかな。ちょっとずつずれてったらさ、痛みって分かんないじゃん。けど、こう、キュッて戻ったから、急に痛みが来た。急に痛みが来たから、良くなって痛くなったのか、分かんないんだけど、うん、そっからね、一週間ぐらいはね、コルセット巻いてたね。うわぁ、相当力。何なのかなぁ。まあでも、治してくれたと信じてる、俺は。
マッサージか。そう。マッサージね、好きなのよ。行ったことある？いや、ないんだけど、チームメンバー行ってて、うん、ソルダムとアンセムが、ちょっと思い出せないんだけど、まあ、タイ式のマッサージか、まあ、中国系だったか忘れちゃったんだけど、行ってて、で、帰ってきた時にはもう、体バッキバキで、もう全身痛いみたいな。もう相当。やっぱ痛いんだ。そう、向こうもやられてたっぽくて。あ、でもいいって言ってた。いや、その時はいいって言ってなかったね。本当。もうなんか体痛そうにずっと。え、それはリピートしたの？あ、してないした。一回で。一回切り？一回で。あ、じゃあそれ良くないね。あ、良くないか。良くなかったのか。良くなかったね。もう体痛い痛いって言って。大変そうだったね。何なんだろうな、うん。そういうもんなのかな、韓国ではマッサージって。え、日本は違うの？その、いや、日本もね、その比較できないから。ガチャなのよ、結構。あ、ガチャなんだ。ガチャで、何回もガチャ行くじゃん。で、当たりが来た時もその人リピートするのよ。うん、指名で。なるほど。結構合う合わない、あるから。それ探すの大変だけど、そう見つけたらもうめっちゃいいね。気持ちいいぐらいが好きなのよ。あ、ちょうどいい。そう、ちょうどいいのよ。あんま痛いの好きじゃなくて。ガチャか。ガチャなんだよ。見つけるまでは。ガチャか。結構おすすめよ、でも。ガチャって言ったら、あれもね、思い出すよね。ベータさんの美容院。美容院ね。あれはね。だいぶ衝撃的だった。ガチャなのあれは。だってソルダムのおすすめの店なんじゃないの？いや、なんかソルダム、どうだったっけな。ただただ、連れてって案内してくれただけなのか、おすすめだったのか忘れちゃったんだけど、あれは衝撃的だったね。なんか、その日、休みで、結構俺、ずっと部屋で、ダラダラしながら、過ごしてて、ツイッターとかも全く見てなかったの。で、コンビニ行こうかなって思って、玄関行くのね。で、俺ちょうどレイタさんと住んでたから、レイタさん今日何してんだろうなとか思いながら玄関行ったら、ちょうど帰ってきてレイタさんが。で、レイタさんじゃないの。本当に誰かわかんなくて、ね、最初、っていう反応しかできなくて。情報知らずにパッと見たんだ。もう怖かった。知ってたらね、ああ、これかってなるけど、何も知らなかったら知らない人だもんね。見たことあるレータさんじゃなかったから。怖っ。その、髪長い時しか見たことなかったから、怖かったね。俺も初めてだよ。レータがあんなに短いの。もう10年ぐらいの付き合いだけど。すっごい。あれは初めてだね。でもね、慣れると似合ってるんだよ。いや、なんかずるいよな、なんか。そう。まあ、切ってから、一週間ぐらい経った時とか、まあ、ちょっと伸びてきたかなぐらいの時とか、似合ってるんだよね。何でも合うよな、あいつ。そう。なぜならなんか、個人的には短い方が、逆にいいかなって。逆に。うん。思ったかも。まあ、あれ、ちょっと切った時は、ちょっと短すぎたけど。あれやばいよな。うん、でもちょっと伸びた、あれよりちょっと伸びたぐらいの長さが、めっちゃ似合ってるなと思った。あの写真以外でのあの姿見てなかったからさ、次の試合どう出てくるんだろうと思ったらさ、ちゃんと巻いて隠してさ、ね、んだよって思いながら。ね、五条悟、やってた。やってたわ。でもよかったんだ。うん。え、そう思わない？なんか、リーグ終わってからかな。ま、うん、なんかね、家に来たことあったのよ。うん、ああ、ゼータハウスに。そうそうそう。その時はなんか全然なんかその変な髪型とかじゃなくてもうなんか違和感なく普通に合ってる感じで短くても合うんやなみたいなこと話した気がする。あの本人はなんかそんな気に入ってなかったらしいけど、今もう伸びてるもんね、だいぶ。そうだね、最近ちょっとは合ってないからわかんないけど、どうだったっけな、なんか動画で見た気がする、デトネーションの。ああ、そうだ。ちょっと伸びてたかもしれない。で、オフシーズン中にチームメンバーと会ったりとかする？ないね。ないよね。ないね。ないよね。今ちょっとふと思ったんだけどさ、あれ会ってないなって。レイタさんどんな見た目してたっけなって。そもそもね、他のチームって会ってんのかな？いや、それもわかんないよね。会ってない。俺は会ってない。なんかチームメンバーで最後、なんか行ったのって、もうほんとイベントの時ぐらいか、うん、あとは映画を見にね、シュガーとはたまに行くけど、それ以外なんか飯食おうぜみたいな感じで会うことって、ほぼないよね。イベントぐらいだね。他のチーム会ってんのかな？
会ってたら相当仲いいけどね。わかんない。でもゼータってなんだろう、そのイベントの頻度がさ多かったりするから会わないとか、ああ可能性、そこで会うからみたいな。そうそうそうはない。いやでもそういうのがなくてもなんか会おう、会って飯食おうって大事な話するとき以外ないかも、うん、なんかいくら仲良くてもね、家近かったりとかしたらねあるかもしれないけど、うん、あんまり外出たくなくね。わ、うん、かる、ね、それはね、それも結構あるかもしれない。あります。まあオフシーズン中になんかやってみたいこととかある、うん、オフシーズン中だよね。買い物とか旅行とか。俺はねめちゃめちゃ旅行に行きたいなと思ってて。あ、旅行は行きたい。国内旅行をしたい。本当、俺国外旅行行きたいのよ、うん、あ、国外行きたいんだ。あ、ちょっと合わないな。どこ行きたい？国内だったら。俺はね、あの本当に行ったことないから、そんな、まあ、九州の方、まあどこでもいいんだけど、まあ、沖縄だったり福岡だったり、はいはいはい、あとは金沢とか行きたい。ああ、そういい、ね、大阪と京都と北海道は行ったことあるから、そこ以外だったら本当にどこでも行きたいぐらい。三重県とかも行ってみたいしね。三重県。そう。なんかあるじゃん。なんかある。なんかあるじゃん、あそこ。なんだっけ、何でしたっけ。あ、そう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 です。伊勢神宮とか。本当に行ってみたい。行きたい。結構そういうの好きで。そあ、じゃあなんか結構アウトドアじゃないけど、うん、なんかいろんなとこ行って、リフレッシュみたいな。まあアウトドアではないから、まあリフレッシュになるといいなぐらいの。純粋に行ってみたいって感じ。そう。うん、結構でも俺もふっかるなイメージ。本当？あ、でも呼ばれたら行くかも。なんか交友関係とかは結構気にするっていうか、うんうん、大事にしたいかな。めちゃめちゃええやん。あ、チャンピオンズはどうでした？チャンピオンズはね、もうね、LCQ 上がりの辛さを体感しましたね。本当に。時間のなさというか、行けたことは本当に嬉しかったんだけど、うん、普通に負けて終わっちゃったから、うん、ちゃんと、なんていうの、LCQ じゃない、行って用意してじゃないと、まだ足りないなっていうのは感じた、うん。もちろん LCQ で結果出せる人もいるから、そういう人たちってめちゃめちゃな順応、うん、力とか、アドリブ力とか、対応力がすごいから、すごいんだなっていうのはね、感じたね。スクリーム相手とかって、いた？なんかね。いないよね。スクリームね、なんでかわかんないけど、うん、せっかく行ったのに、うん、めちゃめちゃアジアチームばっかだった。LCQ の時とかも。LCQ は、本当にやばかったから、うん、ずーっと練習相手アカデミーだった。あ、それいいね。アカデミー強かったから、ほんと。それめっちゃ羨ましいかも。で、しかも、俺らの対戦相手の構成をやってもらったりとか、めちゃめちゃ助かったね。イージー方式だね。あ、そうだね。あ、いい、めちゃくちゃいいな。俺らも、そう、本当に対戦相手見つけるのが難しくて。あの期間ってだって LCQ 出てるチーム以外なくない？あとチャイナチーム。チャイナチーム。そう、ね、中国の大会、でも途中までしかなかったから。そうだね。そっから本当になくて、大変だったね。ずっと同じだった気がする、うん、最後の方。チャイナチームも残ってるチームだけみたいな。LCQ に出るチームとやるわけにもいかないし。うん、そっか、じゃあチャンピオンズはアジアチーム。アジア、まあ中国と。中国が多かったかな。あと、まあそうだね、T1 とか。まあでもちょくちょくはやってもらったけどね。うん、いろんなチームと。多かったね。まあでも、あとクルーとかも多かったかな。ああ。どうでした？いや、強いね。実際その、めちゃくちゃ這い上がってきたわけじゃないですか。ケズニット杖。以上。ケズニット杖。以上。パフォーマンスの出し方が最後に。ボン。あれビビったね。LCQ。あれすごいよね。すごかった。信じられなかったもん。目を疑っちゃったレベル。あとなんかあったかな、チャンピオンズは。まあでもすごいかわいそうだなって思う、あれだったね。ブラケットっていうの。まあでもそう考えると、なんだっけ、ビリビリ？やべえなって思ったけどね。確かに確かに。エナルギー2回倒してやがってたからね。半端ねえなって思ったわ。ウィジー。ウィジー。
でみんな強かったね。うん、みんな強かった。マジで。ビアンクだっけ、うんうん、とか、あんまり見たこと、結構もうずっとウィジーで、ウィジーだけ、まあ、認知してたみたいな感じだったんだけど、ビアンクとかすごかったね。半端なかったわ。そんなもんかな、チャンピオンズは。ご飯は？ご飯はね、ずーっとウーバー。美味しかった？俺結構好きだからさ、そのアメリカン、革命的なものに出会ってしまった、アメリカで。なんで？ランチソースっていう。あー。俺日本にあんまりないじゃん。ないかも。で、みんな、ポテトとか、ポテチとかにつけて食べるらしいのよ。うん、そうで、スーパーとかさ、このポテチコーナーの前に置いてんのよ。うん、そのね、ランチソースに出会ってしまって、俺もう買って帰ってきたもん、日本に。あ、いいね。あれ、サラダとかにも全然つけるし。合うよね。全部。全部合うんだよね、あれ。全部合う。まあ、なんか、タルタルソースみたいな感じだけど、ちょっと違う。あれはね、太るわ。有名な、ご飯屋さん、そのファストフード系でなんか行ったとことか有名なのかな。カリフォルニアだったじゃん。でカリフォルニアで有名ってなったらインアウトっていうハンバーガー屋なんだけど、うん、行かなかった。いや行ってないかも。なんだっけな、あのチキンのハンバーガーみたいな、なんだっけな、チックフレー。あ、そう、それ本当どうだった？え、うまかった。美味しいよね。めっちゃうまい。美味しい美味しい。しかもそこにもちゃんとポテトにランチソースついてくんのよ。うんうんうん、それをね、あの、ハンバーガーに、ハンバーガーのもうバンズごとつけて食うのがね、半端なかったね、あれは。太るよね。あれは太る。あれは太るわ。あとあの、飲み物のサイズ。やばい。やばいよね。バーガーキングで、あのね、L サイズのね、頼んだのよ、コーラを。うん、なんかね、下がスリムになって、ここボコってね、わかる。わかる。こうなってるやつ。そうそうそう。あれが来てね、ビビったね。しかもなんか、取り放題っていうか、その、なんかおかわりし放題。うん、できるね。そう。意味がわからないよね、うん。あれはね、さすがだなって思ったね。うん、太った？太ったかも。ちょっと。さすがに。ずーっとファーストフードと、うん。もうそんなんばっか食べてたから、太ったし、いやでもね、めちゃめちゃ物価高いなって思った。あ、そうなんだ。さすがに。だってあの、ファストフードでも感じた。ファストフードでも高いなって思った。コンビニとか行ってコーラとか買うのでもさ、うん、2本で5ドルとかだから。あー、なるほど。結構じゃない？高いね。あ、高いかも。高いよね。高い。700円ぐらいってことでしょ？うん。2本で。あ、そんな、そうそう。高いんだ。そう。ディズニー行ったの、最後。うん、ディズニーの中はコーラ1本5ドルだった。わぁ、やってますね。半端ないなっていう。そんな高い？やばい。のか。僕がいたのだって、まあ、6年前とかになっちゃうのかな、もう。7年前とかか。そんな高いイメージなかったから。本当に？最近でちょっと上がっちゃったのかな。円安もあるし。ああ、それは、大変だ。大変。だいぶ喋ったということで、そろそろ。終わりますか。終わりますか。まあそうね、あのまあシーズンの話したんで一応、うん、あのまあゼータも、シーズン、通して、応援してくれた皆さんありがとうございました。DFM も、応援シーズン通してありがとうございました。どれだろう、あれか、ありがとうございました。まあ来年ね、まあどうなるかわからないけども、まあわかんない。個人個人で応援していただけたらなと思います、うん、そうですね。ということで、XQ& クローショーかっこ XQ 不在、シーズン3エピソード32、終わりたいと思います。次回も、ゼムさんに来てもらって、ゼムさんの、過去のお話を聞いていきたいと思います。ということで、終わります。さよなら。さよなら。